浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に決め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前身あるのみ、戦場の赤子と呼ばれし我の名は井伊直政参る。生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧友斬り。我事の難に臨みて知りとかず、我こそは戦国最強の武将、本多平八郎忠勝参る。幼き頃よりお仕えし、東三河の旗頭、わしの太鼓の音は味方を鼓舞し、武田の軍を退けた。冷めた空気は少年は皆々の者の士気を上げよ。わしこそ徳川四天王が筆頭、酒井忠次ここに着陣。やった、グレート家康公、
ました。これだけ多くの人がおるのにもうかかわらず声が小さうございまする皆の者をもう一度お参ろ。ヒルの衆こんにちはじゃ。ありがとうさんじゃ。我々はグレート家康公青い武将隊でございまする。400年前の戦国時代よりよみがえりこの日の元を、いや世界を、いやこの中野公園祭りを盛り上げるべく戦国時代からよみがえってきた次第じゃ。この祭りはね、我々幾度か呼んでいただいてる次第でございまするゆえに、この今年もですな、またこの祭りに来れることを楽しみにしておりました。皆様ありがとうございます。ありがとうさんじゃ。我々はですな、岡崎公園にて日々おもてなしをしとく次第でございまするが、今年はですな、その中のよりすぐりの小松姫、本田忠勝殿、酒井忠次殿、そしてそれがし井伊直政の4名にて出陣させていただいた次第でございまする。皆々様、短き時間かもしれませんが30分ほどですな、我々と共にこの時間を楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします。はい、我々ですね、今岡崎公園でおもてなしをしとると申し上げましたが、今ね岡崎公園楽しいもんがございまする。はい、今ね和子も多いかと思いまするが、みんな宝探しゲームってやったことあるか。宝探しゲームある？あるよな、絶対あるよな。そうなんじゃ。その宝探しゲームっていうのもな、ただの宝じゃないんじゃ。徳川家康公が隠したとされる徳川埋蔵金っていうのがな、あの伝説の、さようでございます。今の岡崎公園に隠されておるという噂がございまする。はい、その宝を皆々がいろいろなヒントをもとにクイズに答え、そして宝箱を見つけ、最後の埋蔵金に向かって突き進むというゲームでございます。な、壮大なゲームじゃな。はい、うん、なんとですな、本日18日から始まったばかりでございます。本日よりスタート。さようでございまする。今年はもう4年目でございまして、毎年大人気でございまするゆえにね、今日集まりのね、集まってくれた皆々、ぜひ岡崎公園に来て徳川埋蔵金伝説挑戦してみてはいかがでござろうか。よろしくお願いします。ちなみにいくらで遊べるんじゃ。なんと埋蔵金600円。安い。さようでございます。600円出せば埋蔵金手に入れる。さようでございます。もうね、間違いないでございますように、ぜひ皆さん一度体験してみてはいかがでございましょうか。よろしくお願いいたします。さて、ということでね、我々の紹介も終わったところでですな、ここからはね、皆々と対決のお時間でございまする。青い武将隊一騎打ちタイムのお時間じゃ。拍手。というのはな、戦国時代武将と武将が睨み合い、剣や刀にて戦った、キックですねそれ、剣や刀にて槍にて戦った次第でございまするが、こたびはこの対決ではなく、なく平成の世のゲームを駆使して皆々も参加型で一緒に楽しもうというお時間じゃ。なるほど。小松よ、こたびの戦内容は何じゃ。こちらでございます。バンバン長縄跳びじゃ。さようでございまする。おうおうおう、はい、始まりました。始まりましたね。これはな、ルールは至って簡単じゃ、はい、今こちらにおりまする戦国最強の武将本田忠勝殿と、そして四天王筆頭酒井忠次殿の2チームに分かれ競って、回数ですが多く取った方が勝ちでございまする、はい、ということで早速 お二人にですな、援軍を2名ずつほど南々から選んでいただきたいなと申し上げております。ちなみに、ではまず参りましょうか。酒井忠次殿、四天王筆頭チームと一緒に飛んでくれるよっていう友達、いや大人の方でも構いません、一緒に飛んでくれるよって方いらっしゃいませんか。ぜひぜひ、おられませんか。はい、これね、あの誰も手を挙げてくれないと酒井殿本当に辛い時間になりますので、皆様いかがでございますか。もう酒井殿、なんか方おられんか、スカウトに、あ、あ、いやこれは強そうな。じゃあお一方、もう一方参りましょうか。もう一方、どなた行きますか。 ありがとうございます。なんかこちらのチーム強そうです ね、ちょっとではでは、お二人では、お
チームも探してまいりましょうか。本田の方の、せっかくじゃから姫とかいかがでしょう。父上、ね、母上にの美人なんていかがでしょう、はい、ということで本田殿がスカウトに参ります。さあさあ、ダメ、あらダメダメ、これはちょっとダメという、戦国最強の武将を断るというね、まさかのことでございますが、ございました。さあ皆々、ま、ちょっとね、今本田殿がスカウトしてる間に、お二方に名前や年齢をちょっとお伺いしましょうかな。ではこちらの青いお洋服の方、お名前と年齢を。中川隼人で、13歳です。お、隼人、13歳、中3生、中2年生でいらっしゃるということでございます。中2でその身長の高さはずるいな、ね、何か運動やってみますか。もっとずるいな。何もやってない、運動は何もやってないということで、ではこちらの殿方、お名前とお年齢を。藤井俊也です、24歳です。24歳、今度は逆に若く見えるね、はい、し、ちなみに何かスポーツの経験は。野球と陸上。あ、野球と陸上、これは強いのではございませんかね。これはサラブレッドじゃな、ね、そしてそんなこんな人の間に父上が美女を2人も連れてまいりました。どうぞ前の方にお越しくださいませ。ではこちらの姫君お二人、お名前を。天野美香です。美香姫と。美香姫。松愛子です。愛子姫。愛子姫。ちなみにお二人は、あの、うちの父上いかがですか。いや、むし出世せんぞ、大丈夫か。まあ、まあ、まあ、まあでございます、ね、いやー、いやーと、まあって言われるといい、恥ずかしがっとるわけでございます。うちの、ね、父上イケメンでございますね、はい、ちなみにお二方はスポーツなどはやってない。お二人ともスポーツはやられてないということでございまするが、しかしね、あの戦国時代も女子が強かったですから。さようでございます。これは勝負は分かりませぬ、はい、ではですが、この筆頭と本田殿にですが、先攻後攻をじゃんけんしていただきたいと思いまする。もちろん勝った方が先攻でございまする。それでは参ります。せーの、勘忍勘忍勘忍じゃ。さすが戦国最強の武将でございますね。ということで戦国最強チームからの先行でございます。さあ皆様、応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではですな、皆々飛ぶ時にですな、一緒に1、2と数を数えてくださりますと嬉しい次第でございまする。さあ戦国最強チーム、準備はよろしいでございましょうか。お三方良いですか。良いですか。いや、うんじゃないですよ。うんって上の方見てほしい。いいのもうちょっとこっちでやりましょう。あ、了解いたします。じゃあもうちょっとそちらで。では皆様、戦国最強チームに大きな声援をお願いいたします。それでは参りますよ。戦国最強チームの大縄跳び、いざ出陣でございます。ほっ、ということで、なかなかこれは18回はいい記録でございます。いい記録でございますね、18回。ちょっと酒井殿がビビっておりますな。全然ビビってないということで、では早速参りましょう。はい、ヒットチーム、はい、まあね、やはり酒井忠次殿と言いましたら、はい、四天王筆頭でございますゆえに、はい、大縄跳びをやるとき一番辛いのはですな、この回し手に近いところというのが辛い次第でございまする。さあ、いやいや、かっこいい武将の姿が見たいな。見たいな、筆頭。筆頭、もうちょっと後ろいかがでございましょう。ほらほら、こちら辺にもっと、あ、そこでいいよ。あ、いいですね。あ、いやいや、いいところに。勝ちたい。いやいや、ヒット。いや、普通に勝っても面白くございませんか。ございますよ。ここはかっこよく勝ちましょう。参りますよ。それでは参りまする、ヒットチームの大縄跳び、いざ出陣じゃ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。ちょっと
私ヒットが悪いと思います今の。今のねちょっと場所取ってちょっと飛ぶスペースなかったんですよね。というしかしですな、勝負は勝負でございまするということで、ヒットチーム12回、戦国最強チーム18回ということで、コナミの勝負、戦国最強チームの勝利でございます。はい、ということでございまして、戦国最強チームの援軍に来てくれたお二方には青い武将隊から、はい、商品がございまする。なんと青い武将隊クリアファイルでございまする。お使いくださりませ。おめでとうさん。じゃあ飛んでみていかがでございましたか。いや、むしろすごかった ね、 本当にね、途中で片方脱げたけどそれでも飛んで、はい、最後は両方脱げるというな。いや、本当にこれでやった。素晴らしい戦でございました、はい、いかがでございましたか。楽しかったです。ありがとうございます。いや、本当にすいません。いやいやいや、主はようやった。ありがとうございます。本人なあ、服とその靴のな、はい、一緒の色の感じが良いと思うぞ。爽やかでございます。爽やかじゃさすがじゃ。岡左衛門殿の飾りがついてございます。いやいや、素晴らしかった。地元愛でございます ね、 本当にいい勝負でございます、はい、レベルの高い試合でございました。ということで皆様ですな、もう一度ですな、皆々に拍手をお送りくださりまして、ありがとうございました。いやいやいや、やはり戦国最強でございまするな。今日はちょっとね、あの雨も降るかもしらんということで、わしらもちょっとね、いろいろ雨かなとか思ったりもしとったんですけれども、やはり戦国最強がおるということで晴れになったということでございまする。本日の戦も勝ち戦でございます。さようでございますね。そんな我々青い武将隊のですな、演舞もう一曲ですな、皆様元気の出る曲でございまする。ぜひともお聴きくださりませ。それでは参りまする。グレート家康公青い武将隊でゴールド AOI 岡崎ペイシェンス。
徳川家康公の行く我慢辛抱堪忍をモチーフにした簡単な盆踊りのような踊りでございまする。夏祭りにぴったり、あの簡単な踊りの振り付けが2つございますので、皆様もぜひぜひ覚えて一緒に踊りましょう。それではまず堪忍ポーズその1なるものを、両手を胸の前に合わせていただきまして、右側に上げます。堪忍、はい、反対も堪忍、2回叩いて堪忍じゃでございます。 OK か。もう一度いきますよ、皆さんやってね。せーの、堪忍堪忍堪忍じゃ。覚えたか覚えたか、いいか。それではこちらが堪忍ポーズその1でございました。続きましてその2、はい、2をお出しください。右側に、はい、右手で右目の上に堪忍、反対も堪忍、残して右左上でございます。いきますよ、せーの、堪忍堪忍堪忍じゃ。ありがとうございます。この堪忍ポーズその1その2何度も出てまいりますので、ぜひぜひ皆様もやってくださりませ。そしてその他の部分もとても簡単でございますので、見よう見まねでぜひご参加ください。そして皆様、あの我々と一緒に踊ってくださるという元気のある方は一緒にね、ここの前に出てきていただいて共に踊りましょう。それでは堪忍踊りスタートじゃ。まずは手拍子から。中でございます。この祭りのね、この中野公園夏祭り、
青い武将隊がね、初めの頃からこう呼んでもらっている非常に我らとゆかりの深い祭りとなっておる。今年もね、無事こうして呼ばれ、さらにこのお祭りが未来永劫続くようにね、皆と共に勝ち時をあげたいと思う。皆の者、右手を上げ、遠泳を3回でございます。さあ、これより祭りが開始になるゆえな、この遠泳をしっかりやって盛り上げ